もう耳栓ダブルだから全然寝れんかったけどね、腰を見るくげえ今5時54分ここはパノラマ売店の前ですね、ヒュッテの上です。そろそろですね、日が昇ってきましたね。うわー、カールに赤い日が差してきました。すごい。モルゲンロートの始まりですね。ちょうどここに穂高岳山荘が見えますね。いや、来た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 。今日は土曜日ですね。ものすごい快晴です。北方奥方もいいんですが、今日は、パノラマコースですね。こっちですね。パノラマ行ってですね、一応予定は徳沢に降りると、そんな感じです。ではね、この時計で6時50分です。54分か。おお、奥穂がいい天気。あっち登りたいんだけど、ちょっといろいろコースがあるので、今回パノラマコース。かなりですね、アップダウン、まあ岩登り、経験者が来てくださいということなんですが、ここからですね、ここから前穂側に向かってですね、ぐーっと登っていって、予定だと屏風の、まあ、凝るその先の耳ぐらいまで行って、上高地に降りるというような感じです。いや、最高だな、これ。ヒュッて。大体5分ぐらい登ってきたところですね。
おっと、いや素晴らしいね。いや真っ青、雲一つね。上行けばよかったかな。下は昨日泊まった唐沢ヒュッテですね。こっちは唐沢小屋、テントもね、本当に12、3パリ唐沢とは思えない、そんな唐沢カールでございます。クライマー、カブママ、コントラストがはっきりしすぎちゃって、ちょっとこれからがれてるとこ行くんで、あのハーネス持ってこなかったんで、簡易ハーネスです。カバマも、気をつけろよ。いや、落ちた、やばい。いかゆっくりでいかんな。大丈夫、妹だって言ったから、うん、そっか、妹も言ったか。妹も来たの？来てないよ。もっとすごいとこ行ったからね。おお、さあ屏風関係が見えてきましたね。屏風関係の山々が、あそこ昨日通ったあのガレガレ、こっち行きます。いやかなり深いところをアップダウン、ここは険しいよ。
はい、ピースピースピース、屏風のコルマであと少しですね。こっちはこっちはカンママが難所を降りてます。ここはずるっていくとやばいとこなんで、8時22、23分ついに出た。おお、富士山も見えるね。稜線に出た。見えますかね、あれが。え、太陽が、あれが梓川ですね。やる上高地、向こう行くとかっぱ橋の方、こっち行くと横尾の方ですね。いや、出た。富士山どれだ。え、見える？あ、見えた。ちょっと太陽真正面、あれが富士山、梓川。さあ、こっちが呼ぶの耳の方、こんな感じですね。よく頑張ってきた。お、太陽眩しい。いや、すげえ、最高。ちょっとコントラストの関係で唐沢小屋は見えてんだけど、ヒュッテが、暗、影になってますね。また来るよということで、さようなら。これは屏風のコルですね。コルというか分岐点、こっち来ると耳の方角ですね。誰か荷物はデポしてるようです。ちょっと標識を、僕もね、こっちから来るのは実は反対から来たことあるんですが、初めてなんで。ああ、こうですね。と新村場で、なんだこれ、ガチャガチャになってっけど、新村橋まで4キロ、屏風の耳までが 0.6 キロということですね。